レオ・ゴーシー、1940年陣を取り出演の、西部劇、1941年、ケイ・フランシス、1941年ポバ・ティローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある、映画都市ハリウッドにおいて、サイレント映画時代の末期から1950年代半ばまで、小規模でほとんどが、短命に終わった B ムービーを制作する、映画スタジオを指して使用された、 スラング的用語である。ポバティローと呼ばれた小スタジオは多くが現在のハリウッドのゴワー街に面しているか近隣に存在したが、本用語は具体的な所在地を特定することが重要ではなく、これら小規模な階層をなすスタジオ群が制作したローバジェット作品のために一種の包括的な比喩であった。 ポバティローテ的作品群とは、その多くが、西部劇や、レオゴーシーラ、バワリー・ボーイズと呼ばれた俳優が出演する、シリーズもの、架空の日本人、ミスター元や中国系警部チャーリー・ちゃんの登場する、刑事物である。こういった作品は、一般に、低廉な予算、無名俳優か昔のスターで組まれたキャスティング、請求差と制作にあたっての経済状況を、 際立たせる全体的な生産価値を特徴とする。ポバティロースタジオのうちのあるものは、現れたかと思ったら数本のリリースで消え去り、あるものは圧倒的にスケールの違いはあるとはいえ、多かれ少なかれ、MGM やワーナーブラザース、あるいはパラマウント映画のようなメジャーフィルムスタジオのような経営を行った。もっとも成功し、かつ長く生きながらえた。 仮想企業は固定資産を持ち、長期契約のキャストとクルーを持ち、より小規模の企業よりも変化に富む作品を生み出すことができた。ポバティローにおける主要スタジオにはリパブリック・ピクチャーズがある。同社はハーバート・ジェイ・エイツがモノグラム・ピクチャーズ、マスコット・ピクチャーズ、リバティ・フィルムズ、マジェスティック・フィルムズ、 チェスターフィールドモーションピクチャーズ、インビンシブルピクチャーズの規制のポバティロー6社と、イエーツの経営していた、コンソリベーテッドフィルムインダストリーズを合併した会社である。リパブリック社は、1930年代に、連続もの,の短編映画とジーン・オートリー出演の、西部劇をリリースすることで始まった。偶発的なスーパースターであるジョン・ウェインの成功に、偶然に乗っかれたことや、 1953年のウェインのヒット作、静かなる男のようなより野心的な企画に乗り出す、以前の話である。モノグラムピクチャーズは、すぐにリパブリック社を離れ、次の10年間で人気のスイングバンドを主演に迎えた、学園ミュージカルから、チャールズ・ディケンズの小説、オリバー・ツイストといった古典の映画化や、ケイフランシスの引退作品まで、すべてを生み出した。 最も小規模なスタジオには、ティファニー・ピクチャーズ、サム・カッツマンズ・ビクトリー・ピクチャーズ、マスコット社やチェスター・フィールド社があった。これらの会社では、1927年の現地生産の推進のための法令が生み出した、クオータク・イッキーと呼ばれる、イギリス映画や、ベルリンの野獣、ヒトラーのようなエクスプロイテーション映画スレスレの作品を、インディペンデントのプロデューサーたちから買い付けて、 パッケージ化してリリースしていた。時には従来の会社に失敗した同じプロデューサーが新しい会社を始めることもあった。ハリー・エス・ウェブとバーナード・ビーレーのリライアブル・ピクチャーズとメトロポリタン・ピクチャーズがそれに当たる。アスター・ピクチャーズやリアラート・ピクチャーズのような組織は制作を開始する前に他社から旧作の再栄権を購入するところから始めた。 1948年のパラマウント訴訟の判決とテレビジョン放送の開始はスタジオシステムの崩壊とポバティロースタジオが供給する満席作品を熱望する独立系映画館からは離れたチェーンシアターの配給網の制限を生みハリウッドの現象としてのポバティローの衰退と完全な消滅の原因となった ありがとうございます。